ははいどうも元役者でででファイナナンンシャルプランナーの井上雄介ですす今日はですね皆さんからいただく質問に回答する質問回答シリーズとしてですねよくいただく投資信託で福利ってどういうことですかっていう質問が非常に多いのでこれに回答したいと思います。で先にえ僕の考え方を言っておくとですね投資信託で福利っていう考え方は僕自身あんましっくりきてないので別にこんなことを考える必要はないんですけれどもおそらくですね多くの方が言いたいことはですね分配金が出てそれを再投資したらより 元本が大きくなっていって副利効果が生まれるよっていうことを言いたいんじゃないかなと思うのでこのあたりですね図とかチャートを使いながら解説をしていきたいと思いますでは時間がない方もおられると思うのでまずは動画のポイントを解説していきますまずポイントの一つ目ですが僕の意見としてはですね単利とか複利っていうのはもうほんと教科書的な考え方であってわざわざ それを当てはめて考える必要はないと思います。そもそもこの単利複利とかって元本が固定されている定期預金とかの場合では考えられるんですけど価格変動する投資商品っていうところでこの単利複利とかってわざわざやるとややこしくなるのでなんでこんな話をするのかなって疑問になるぐらいなので基本的にはこういう考え方なくていいと思います。で、その上でポイントのにも書いてある通りおそらくそういう話をしたい方が言いたいことというのはですね分配金 要は株に投資したらですね、すべての株ではないんですけど、配当金が出て、その配当金っていうところを再投資することによって、 元本がが大きくなななるるかから副利効果があるって言いたいいいたんじゃないかなと思いますだったらそう言ったらいいのにと思うんですけれどもおそらくこのことを言いたいと思うので実際にですね S&P の配当込みのリターンと配当抜きのリターンでどれだけ違いがあるのかっていうところでおそらくそれを「副利効果」って言ってるんじゃないかなっていうところで解説をします。そしてポイントの3番目ですが 分散投資の話をするっていう場合に関しては、リスクを抑える利点としてですね、福利効果の話は出てきます。僕も一回だけですね、この分散投資の時に、リスクを抑えるっていうことが複利効果につながるよっていう話をしたので、まあ、ちょっとおまけでこのお話をして、その結論としては、ポイントのようにも書いてある通り、リスクを抑えてリターンを高める方が複利効果が高くなるから、分散投資っていいよねみたいな話だと思うので、まあ、このあたりもちょっとしていきたいと思います。 では、まずはですね、すごく教科書的な、も皆さんもご存知だと思いますが、単利と福利ってそもそも何が違うのっていう話をしたいと思います。例えば、100万円のお金をですね、単理の5%と福利の5%で運用した場合に、結果がどう変わるのかっていうところですが、1年目はですね、単利も福利も元本に5%かけた部分が利息としてもらえるよっていうことですが、2年目はですね、単利はまた100万円に5%かけるけれども、福利というのは前年の この利息も加えた105万円に5%をかけるから利息が増えていくよっていうことなので3年間見ただけでも福利の方がお金が増えていくし長く続ければ続けるほどここの福利の効果っていうのが大きくなるよねっていうのがよく言われるんですね。 だからおそらく長期投資は福利効果がどうこうみたいな話で出てくると思うんですけどこれって基本的にほとんどの方は元本が固定されてるから理解できる話であってこれ元本マイナスになるしもっと言ったら2年目とかここマイナスになる可能性もあったりするのでじゃあ福利ってどういうことなのっていう初心者の方からすると逆にこの福利の利話をされるる方が混乱すすと思うんですよねなので基本的に福利とかっていうのを言わない方が僕はいいんじゃないかなと思ってます。 実際にその教科書では習うけれども現実世界では全く役に立たない考え方ってもう山のようにあってですね、この福利とか単利とかって FP の勉強で絶対出てくることなんですね。で、これ勉強したてのライターの方がウェブで書いてたりするのかなと勝手に僕は思ってるんですけれども、別にこんなことを理解しなくたって、別に これぐらいのリターンで投資してたら、大体30年後とかに2、3倍になりますってなって、それで目標達成できるんだったら僕はもうそれでいいと思ってて、この結果どう中がう単利で増えてきたのか、福利で増えてきたのかって、別に僕そんな大切なことではないと思ってるので、こんな話は別に知らなくていいし、多分ほとんどの方はこれで混乱してると思うので、別に知らなくていいよっていうのが僕の考え方です。で、それを踏まえた上で、ただその福利の話をするときに多分ね、分配金の話っていうところから出てきて、その投資診断 の分配金が出てそれを再投資したらそれで複利効果が生まれるよっていうところは理解されてる方が多いと思うんですねただ僕が投資しているじゃあイーマクシススリムは分配金出てないんですけどこれってじゃあどうなんですかっていうところも言われるのでその部分をちょっとお話ししていきます基本的な理解として再投資した場合というのは元本が大きくなるようなものなので当然それに利回りをかけた時に リターンが大きくなるのはこっち側ですね。基準価格かける利回りよりもこの基準価格に分配金が乗っていった方が掛け算した時のベースが大きいので、まあ、リターンが大きくなるよねっていう話なんですね。ただほとんどの方が買っている投資信託っていうのは分配金が出てないと思うんです。例えば一つ例にしたいのがですね、この EMAXISSLIM の米国株式過去 S&P という商品ですね。この商品のインデックスファンドですね。これ見ていったら この下のところを見てるとですね、ここ、分配金っていうところを見たらですね、2019年からこの投資信託は始まってるけれども、分配金1円も出てないと。これ、分配金1円も出てないんだったら、福利の効果出てないんじゃないですかって言われるんですね。ですが、福利の効果は出てます。それはなぜかと言ったら、ここの分配金という形でお金は出してないけれども、この分配金出さずに自動的に再投資してるっていうところがあるので、これはね、 この目論見書っていう説明書を見るとわかるので、ちょっと目論見書見ながら説明していきます。この目論見書のところにですね、対象インデックスっていうところを見てもらったら、 ここの目的のところですね。S&P500 指数、配当込み、円換算ベースの値動きに連動する投資成果を目指しますって書いてるんですね。つまり、配当込みなんですね。要は、S、S&P500 に投資をしている。要は、ここに含まれてる会社のうち、配当を出す会社もあるわけですね。だいたいね、どれぐらいだったか2%ぐらい、S、S&P の配当があるんですね。で、この配当っていうのを再投資した指数に連動するようにしてますよっていうのが、この S&P500 のこの EMAXISSLIM の米国株式っていうものな,んです、ね、なのでそもそもこの EMAXISSLIM のこの米国株式は配当が出ても再投資することによってまあ再投資しなければこの配当込みの指数に連動することができなくなってくるので分配金として皆さんに払い出しをせずにまあ自動的に再投資をしてその再投資した結果この配当込みの S&P500 指数に連動できるようになりますよってことなんですね。 実際にですね S&P500 の配当込みの指数と配当を入れない指数でどれだけ差が生まれるかっていうところをちょっと Yahoo! ファイナンスのチャートを使いながら説明をしたいと思います。まずですねこれ紫と水色2つありますがこの紫の方がですねこの SP500TR と書いているこれトータルリターンなので配当込みの指数ですねで一方この GSPC という水色のものに関しては僕たちがよく目にしている S&P500 の指数です。 これをですね、1989年の1月時点で揃えて、今、現在に至るまでのリターンがどれだけ差があるのかっていうところを見たときにですね、いわゆる僕たちが身にしている配当を入れていない S&P の指数であれば12、1287%、つまり大体12倍ぐらいになったよということですね。まあこれだけでもすごいんですが、配当を込みで再投資した指数を見るとですね、2723と書いているから27倍になったということなので、 配イトを再投資した方が、やはりですね、上がる時のこの上げっていうのが大きいですね。っていうので、まあ、元本が大きくなっていってるから、福利効果が大きいよね、みたいなことが言いたくて、おそらく福利の話を投資信託でもするんじゃないかなと思います。で、さっきの EMAXISSLIM の米国株式というのは、このトータルリターンに連動するようにっていうふうになっているので、 配当を再投資しててここっっちに近づけますすよってことですね要はこっち僕たちが身にしている S&P500 のリターンじゃなくて配当込みに近づけるので当然分配金というのは外に払い出しせずに投資信託の中で自動的に再投資をしてこっちに近づけますよということなのでここの分配金は0円だけれども再投資されていて福利効果は生まれてるっていうふうに考えてもらうといいです。 この辺りインデックスファンドはですね基本分配金出さないこの EMAX スリムのこの米国株式に限らず基本的にこの配当金っていうところ分配金出ないんですけど自動的に再投資されている結果福利効果が生まれているっていうふうに考えてください。 基本的にはここまでの理解で十分だと思います。初心者の方はもうここさえ理解しておけばいいと思います。変に複利効果がどうこうみたいな難しく教科書に当てはめる必要はなくて、シンプルにそう考えて、複利であろうと単利であろうと、大体こういうリターンっていうところがまあ想定できるんだなとかっていう、ざっくりの理解でいいんじゃないかなと思っています。で もう一個だけですねあえて福利の効果を説明する時に分散投資をする時にリスクを抑えてリターンは下げないっていうことをしたら福利効果が大きくなるっていう点でこの福利の話っていうのは出てくるのでその部分をさらっと解説して終わりにしたいと思います。分散投資の時にでですねよく言われることが同じリターンでも リスクっってていいううととこころろでで結果は変わわるるよ言れんすね例えば投資資金100万円あるでポートフォリオ A とポートフォリオ B 両方に投資をした場合にどう結果が変わるのかっていうところをちょっと説明したいと思います。 2つともリターンというものが4%だったとします。これは単純なリターンですね。各年のリターンを全部足して、年数で終わった時のリターンが同じ4%だったとしても、商品ごとのリスクというのが違うんですね。例えば、ポートフォリオ A はリスクが0っていうことは4、4%からブレがないということなので、毎年4%のリターンがつくということなんですね。でも一方、ポートフォリオ B というのは、リスクが10%あるっていうことは4、4%のプラマイ10。 のリターンになるということなのでいい年は14%悪い時はマイナス6%のブレ幅があるけれども単純平均したら大体4%のリターンが生まれるよというポートフォリオ B にそれぞれ100万円のお金を投資した場合にどう結果が変わるのかというとですね例えばポートフォリオ A はすごくシンプルですね元本に対してリターンが固定されているので100万円に104%かけた で、その翌年は104万円。この前年の元利合計ですね。204×104× っていう風にしていく。ですけれども、ポートフォリオ B はですね、ブレがあるということなので、リターンは毎年変わるわけですね。で仮に1年目が6%、2年目がマイナス4%、3年目が10%の場合ですね。これ全部足してもらうと12になる。で、3で割ると4%。なので、単純平均としてはリターン4。 なんですねでもこれリターンかけていってもらうと分かるんですけど1年目100万円に106%かけると106万円になります。ですが2年目 -4% だと マイナス4したら96%なので、まあ、ここに96%かけると、だいたい101.7円になります。で、3年目は10%のリターンかけて 1. 1、1.1倍、110%かけると、ポートフォリオ B はですね、111万と9000円になるんですね。で、一方、毎年4%のリターンをつけ続けたポートフォリオ A はですね、112万5000円になるということなんですね。 こうやって比較をすると、ポートフォリオ A の方がリターンが6000円ぐらい多いということになるんですね。つまり、リターンが一緒であったとしても、リスクが低い方が福利効果が大きくなるということなので、リスクはできる限り抑えた方がいいよね。だから分散投資をしてリスクを抑えましょうみたいな話が出てくるんですね。これすごくシンプルな話で、例えば100万円のお金を投資しました。初年度に10%ダウンしました。ってことは10%ダウンしたら90万円ですね。 でこの後に10%上昇したとしても100万円には戻らないわけですね。90万円のお金を100万円に戻そうとしたら11.11% 11ぐらいかけないと100万円に戻らないということなんです。 なので、まああんまりこういうことはないんですけど、10%下がって10%上がってというふうのを繰り返していくとですね、最終的には98万円ぐらいになるということなので、ブレ幅が大きいと上下が同じ倍っていうのはお金が減っていくということになるんですね。だからまあ損切りする人はですね、7%ぐらいが損切りラインでとかっていうふうに個別株の人はやるわけですね。これは下がった以上に上げないといけないからということなんです。で、一方、 上げ下げがもし1%しかない場合というのは同じように上下を繰り返していったとしても1%の上下幅だったら最終的には999,800円という形でほとんどここの差が生まれないわけなんですね。なのでまあざっくりの理解としてリスクが低い方がですね、リターンが同じ。 場合であればリスクが少ないブレ幅が少ない方が複利効果が大きくなるから分散投資をして、まあ、シャープレシオがどうこうみたいな話につながっていくんですけど多分初心者の方はここまで理解されて複利の話を聞いてるわけではないと思うので結論としてはう複利かどうかっていうのはそこまで深く考えなくていいと思います。 はい。ということで、前回ですね、質問ある方は遠慮なく、あの、今回も、あの、匿名の質問箱っていうところ、下の概要欄のところにリンク貼ってるので、あの、これもわかんないんで教えてくださいみたいな感じで質問いただいたら、あの、いいネタはそれをお答えしていこうと思ってるんですけれども、前回一番多かったのはこの福利なんですね。っていうことは、それだけ福利効果っていうところの説明が逆に誤解を生んでるというか、ややこしくしてるということなので、まあ、本当に初心者向きのサイトとかで福利のこの話をすると、まあ、逆効果を生んでるっていうこと だと思うので僕、基本的に福利の話ってのはそんなにしなくていいと思っているので、あのほとんどの方は福利がどうこうっていうのは忘れても問題ないと思います。僕、普段そんなことを考えなくても投資できているので、基本、福利がどうこうっていうわけではなくて、配当金っていうところを再投資しているような、まあ、インデックスファンド基本的にしてると思うので、再投資しているファンドを選んで長期保有していったら、結果的に福利効果でお金増えるスピードが速くなるようぐらいの感覚でいいと思うので、あんまり難しく考えすぎずにいいですね。あんまり考え 考えすぎると動けなくなってしまって、あのスタート遅くなって結果何も考えずに投資した人の方が。 お金増えてるっていうことも全然あるので、あんまりこう難しく考えすぎずに、あの、始めていただければと思います。もしこの動画が面白かった、役に立ったという方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。あとですね、さっきもお話した通り、匿名の質問箱用意しているので、動画で答えてほしいっていうことがあれば、そちらに書き込んでください。あとですね、告示ばっかりで申し訳ないんですけれども、オンラインコースも販売していて、体系的にお金のことを学びたいという方は、そちらを確認してください。最後までご覧いただき、ありがとうございました。